捨てられた靴下5個やっちゃう今。あ、やりましょう。じゃあ、でもまだ早いかなって感じだけど、やっちゃう？やっちゃおっか。やりましょう。坂道でね、うん、やるのがリアルなんだよね。こう靴下ってさ、洗濯物に干されててパーって飛んでいくじゃん、風で。で、そこでパッて捨てられてる靴下5個なんだよね。はいはいはい、俺先やるから2本見てて。これ同時にやって、視聴者さんにどっちが似てるかやってもらいましょうよ。ああ、それでもいいね。俺結構練習してるから。いいですか？一、せーの、はい。視聴者さんどっちが似てますこれ、捨てられた靴下。いや多分、いやギリ負けた。いやでも靴下喋んないからあんま喋んない方がいいや。なんで全員アマルさんなの、おかしいやろお前。みんなありがとうね。差がないやろ、何にも。やったポンプショットガン持ってただけだわ俺。おかしい、全員アマルさんやねんかお前。ありがとうございます皆さん。アマルしかねえよ。皆さんのおかげで勝つことができました。なんかお前、お前なんかお前裏でいつも思ってるけどお前手引いてるよな絶対。いや手引いてないですよ、みんなが優しいんですよ。何にもしてないですよ私。皆さん優しいんですよ。絶対差がなかったよ皆さん。あでもプッチはほらなんかプリッツさんっていう、あのごめんなさい、他の方の配信者さんの名前を出さないでください。いや俺だよプリッツ、いいんだよ主の名前。主の名はとりあえずもう私と最初のやつはどっちが勝ちなんですか。あれは勝負じゃないから。ああ、そっか。じゃあ今私の方がポイント高いんですよね。ああマジか、負けてる負けてるじゃねえよおめえ。おかしいおかしい、これ絶対勝てないじゃん俺。いやいやいや、流れ的に俺絶対入れてくれないよねみんな。でも発案が今回木田太郎さん。いやプリッツなんで、木田太郎さん。あ、長州力さん、あのゾンビ。いやプリッツだよ。あっここ、オッケー、物まねしなくていいからなって言ったの。オッケー、待って、あんま戦わない方がいいこれ。敵寄ってくる。わかりました。じゃあ俺まだ一応何個か考えてるけど、なんか逆にやりたい遊びある？何する？考えろよちょっとぐらいお前。考えてくれる？何する？なんでだよ。考えたそれ、ないです。諦めんの早。撃たなくていい、撃たなくていいってそれも。ゾンビ仕方しますねちょっと、できるだけ。なんか撃ってるやんずっと。ああなるほど、びっくりした今。仕方ってどういう意味ですか。仕方は無視。無視すんの。無視しないでくださいよ僕のこと。いやだからお前がゾンビを無視しろって言ってんの。お前は無視してねえやろ、早く上上がってこいお前。私はね、何無視できない、ずっとやってるやん、壊したからな。私はね友達とか無視できないタチなんですよ。友達じゃないってゾンビは。お前ゾンビ友達なの。ほらもう嵐来たじゃん。ゾンビは友達ですよ。友達なんだもん、諦めたわ。ストーン来た、ストーン来た。食らってんじゃん俺まで。あかんかお前のせいでさ。あかんか、次の遊びやりましょう。次の遊びちょっとね、家戻らないといけない。家？家使うんですか？プレザントパークとかのお家使ってやる。あ、今ちょうど使えるんじゃない？あそこ行こう。行きましょう。プレザントパーク行こう。楽しみだな。楽しみ楽しみ楽しみた。普段からこんな遊びずっとやってんの一人で。いやいや、今回に関してはあれですよ、天竜さんが言い出したんですよ。天竜じゃない、プリッツだから。だからお前が普段やってそうな遊びをちょっと考えて寄せたんだよお前に。なんかこういうの、やってないですけど、こんなわけわかんない、うん、やってないんだ。気持ち悪いよなお前。似たようなもんやろ、どっちも面接官。声聞こえてます？聞こえてるよ。今回やる遊びは強盗が乗り込んできたけど赤字の店だったからお金出せなくてどうしようどうしようってなって、代わりにお尻を3回叩かせてあげることになったごっこっていうのをやりたくて。ああいいですね、やりたいやりたい。結構いいよね。じゃあちょっとこれちょっとガソリンスタンドでいいんじゃない。あーわかりました。じゃあ俺どっちが強盗ですか。どっちが強盗、どっちがいい、じゃあ私が強盗。あじゃあもうじゃんけんしよう。じゃんけん、はい、最初はグー、いやいやいや、じゃんけんポン。あお客さん来た、いらっしゃいませ。お客さんいらっしゃいませ、どうぞ。はい、じゃあ俺勝った。じゃあ私お店、私お店やりますよ。じゃあ強盗ね、はい。おいくら金出せよ、おい、あ金出せよ、強盗だぞおめえ。強盗さんですか。強盗だよ俺。 あのー、お前うるせえ、黙ってろお前。俺強盗だよ俺。お前あんなやつみたいなやつ、お前あいつみたいに死ぬぞお前。早く出せよ。ごめんなさい、あげたいの山々なんですけど。あごめんなさい、ちょっとこのレジの中のお金見てもらってもいいですか。すごく取っていいの、取っていいの。はいはい。あれお前これ何にもねえじゃんお前。さ、いや実はお客さんがからきし来てないんですよ。すいません、なんかお前も大変なんだな、ごめん。なんかいや強盗なんでして。いやいや、とんでもない。むしろあげられなくて申し訳ない。ほら、叩けよ。金出るから。金出るんです。あ、いいんですかこんな。あ、ほら、金出るから。急に来ていただいて。いいから、叩けよ。金出るから。あ、やば。あ、やば。あ、やば。金出るから。でも昨日のクレヨンしんちゃん見た？いや、見てないですね。あー見てないね、結構面白かったよ。へぇ、見てほしい。クレヨンしんちゃん見てないですね、長らく。ああいうアニメってなんか、たまに見るとさ、わかりやすいじゃん、子供向けのアニメって。なんか、心が落ち着く、ね、お前向きだよな。お前向きとか言うな。あ、間違えた、ごめんなさい。お前向きだわ、どっちかというと逆にお前向きだわ。間違えた、間違えた。俺ね、新しい技をね、学んだんだよ。あ、待って、敵ますよ、敵ますよ。いいか、乗って、ちょっとこれ乗って乗って乗って。いいですか、なんだろう、なんだろう。おい、すごいでしょ。すごくない？すげえ。どこまで行けばいい、これ。
どこまで行けばいい？すごいすごいすごい。やばいよ。どこで行きましょうこれ。ポイントが大変なことになってる。あーすごいや。アンチこやつやばい。待っている。え？ロケラも取れなかった今。あ、私ですよ。お前が撃ったんかい。びっくりしたわ、はい、今。あのゾンビいたんで、いても発見いらんなくて。ゾンビいいから。もう絶対倒したいんですよ。ゾンビはいいってもう無視しようそれは。ゾンビ倒したいんですよ。いやいいいいいいそれ。絶対倒したい。絶なんで友達。100%で勝てるんですよ。友達じゃなかったっけなんか。無視しいや100%で勝てるんです私。いやいや勝てるよみんな。もういいからもう敵引き寄せてるから。誰にも会ってないよね俺ら。会ってないですね。こんだけ生き残って俺資材200ないからね今合計で。あ私もないです。やばいよ死に物狂いで。ワンパだけ落とそう。あ、待って。なんでお前、は？え？ゾンビに？ちゃ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 、SSS にいます。風間くん。風間くんだ。風間くん。ぼーちゃん来るかな？オッケー、やった。コメントをね、読んでいきたいと思います。やばいってこれもう。お前がコメント欄読むとな、ろくなことないから怖いんだよ。ゾンビ、ナンパしてください。オッケー倒そう。いけるいけるいける。いいですね。わかりました。ゾンビナンパしなくていいからお前。復活させねえぞ。いやでもしてくださいっていうリクエストしますよ。いやしなくていいんだよそれは。リクエスト来た上で一回確認したのにわざと無視するってことですか。しなくていいんだってそれは。全部が全部無視しろとは言ってないけどね。それは無視してもいいかもっていう話じゃん。無視していいやつとしちゃダメなやつの違いは何ですか。例えばお前なんかゲップしてとかやったらしないでしょ、はい、普通は。出しますけど。あするあするんだお前。待って敵どこで銃声乗ったけど。待ってするよ。いや分かって分かってお前以外で。え私がいました。あほらいるよ。います。当たんない。あ、ナイス。資材ないからちょっともらっていい？スラーブ飲んでいいよ。あ、いいですか？デカそうになる。これ苦いんだよな。ようやくは口苦しって言うし。ちょっとうざすぎやろ。全然資材ないわこいつ。今ね金武器のロケットをねゾンビに撃ってます。もうなんかもったいないってマジで。もう弾の無駄遣いやめて本当に。袋狙えるからこれ。あと何人ですか？あ、いますよ。いますいますいます。NNNNNE。あ、オッケーオッケー。はい。ねねちゃんかな。ねねちゃんいきなり撃ってくる？ロケットの弾あります。ゾンビに撃っちゃってないんですけど。だからもうあげないよ。やばい。ゾンビ追ってきてます後ろ。本当に。やばい。こうやって使うんだよお前ロケランは。見てなかったです。後ろにもいますよ。やばい。まともに食らった。真後ろに。あ、資材ね。やばい。死んだこれ。あー、ダメだ。やばい。まだまだ。にゃー。最後のごっこは、はい、朝起きて横に知らない人がいたから声かけたのに全然返事してくれないからムカついてハゲって言ったら泣いてお母さんに作られたっていうごっこなんだけど、どうこれ。エヴァンゲリオンごっこ。エヴァンゲリオンごっこ。何を聞いてた。もう一回よろしいですか。あーもう一回。朝起きて横に知らない人がいたから声かけたのに全然返事してくれないからムカついてハゲって言ったら泣いてお母さんに作られたっていうごっこなんだけど、どうかなこれ。ダースベイダーごっこ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 。逆に聞きたいなそのダースベイダーごっこ。どうやってやるの。いやわかんないわかんない。私もびっくりします言われたんで。お前が発した言葉じゃんダースベイダーごっこ。こうってんのこの。え今言ったじゃないですか。でもダースベイダーごっこ。いや言って言って言ってなんか俺が言ったのは、朝起きて横に知らない人がいたから声かけたのに全然返事してくれないからムカついてハゲって言ったら泣いてお母さんに作られたごっこやろうって言ってんのよ。俺は豚骨ラーメンごっこ。豚骨ラーメン。どうってやるんですか。でもそれわかんない。それ豚骨ラーメン食べるだけでしょそれ。どのところからですか。その麺が作られるところから。それとも違う。豚骨ラーメンごっこ置いといて。何ごっこって言いました。ちゃんと聞いてる。あじゃあ順番に言っていこう順番に、はい、朝起きて横に知らない人がいたから、はい言ってカルビ。声かけたのに全然返事してくれないから、はい端子を。ムカついてハゲって言ったら泣いてお母さんに作られたごっこ。ロース焼肉かお前。とりあえずプレゼントパーク。とりあえずプレゼントパーク行くから。私がね何でもできると思った大間違いですよ。逆に何ができるか知りたいな。ちょっと私やりたいやつあるんでそこにいてください。ここここ。あー、OK、はい。でじゃあ私がイケアで家具を買ってきて、うん、で、うんうん、組み立ててたんだけどネジが足りなくて、うん、電話するんで受付その対応の人やってください。あ、オッケーオッケー。よし、よし、こんな感じかな。あと、あれ？いや、落とした。いやいやいや、多分ないよな。いや、あれ？ネジ足りてねえじゃんこれ。おい、ふざ、めんどくせえ。ピピピ、ブルルル。店長にちょっとこれ言っとこうかな。ブルルル。はい、こちら。IKEA お問い合わせセンターですけども。はい、あのすいません、あの家具買ったんですけど。はい。あのネジが足りてないんですけど。あー、まことでございましたか。申し訳ありません。すぐにちょっと駆けつけさせていただくんで、商品番号ってお持ちでますでしょうか。え？あ、すいません、あの、商品こっちはね、怒ってるんだよ、はい、あ、申し訳ございません、そこに関して本当に。あの、すいません。大乱、え大、あ、大の、あの大乱闘だよ。大乱闘。そちらでね、大乱闘。大乱闘スマッシュブラザーズを購入したんだよ。あ、私の方は、あの、ゲーム、あの、ゲーム屋さんではなくて、家具専門なので。いやいや、間違いねえな。ここ、そこで買ったな、俺は。いや、でも大乱闘とか置いてないんで、多分それ店長。じゃあ何か、お前、俺が嘘ついてるっていうのか、お前。いや、そういうわけではないんですけど、多分店長の大乱闘。あ、お前、もうダメだ、上出せ、お前。いやいや、本当に、申し訳ない。話なんねん、お前。あ、じゃあちょっと、店長におつなげしますね。すいません。うん。ペンチョだ。あ、もしもし、あ、店長さんですか。え、おめえよ、これユーロ1000、1億、1万億回目だけどよ、おめえ。
何回のお前ネジが入ってなかったみたいなんですよ。おめえの頭だろそれは。ネジ抜けてんの壊した絵の具を。なんか敵帰ってたねみんな。